なぜだ？黒い方がかっこいいだろう。ね、こっそり教えて。最近運が悪かったりしない？それは、確かにちょっとな。前回は買ったばかりの黒いプクフグフロートをコホラ竜に噛まれて破れちまって危うく溺れるところだった。だからほらね、私名園の主の専門家に聞いちゃったんだ。黒いプクフグフロートは悪運を持ってくるんだって。そうなのか？他にも蚊にしつこく追われたり体がほてったりすることはなかった？あとあと熱中症になったりとか。はあ、あったあった。なるほど、確かにな。だからピンク色と青色をおすすめしてるんだ。専門家曰く、明るい色は気分を良くしてくれるだけじゃなく幸運をもたらすんだって。どう？買ってくなら割り引いてあげるよ。幸運の前祝いってことで。本当か？じゃあその2色を1つずつくれ。毎度あり。あれ、旅人とパイモンじゃん。やっほー、久しぶりだな、モアラニー。モアラニー、今言ってたピンクと青のプクフグフロートが幸運をもたらしてくれるっていうのは本当なのか？本当だよ。私の友達がうっかり溺れた時も青いプクフグフロートを持ってたおかげでコホラ竜の群れに助けてもらえたの。マジかよ。そういえばどうしてお店に来たの？もしかしてマリングッズを買いに？水臭いな。欲しいものがあればそのまま持ってっちゃって。お客さんにはこっちからプレゼントを用意するのが筋なんだしさ。いやいや、実はお前にガイドをやってもらうために来たんだ。なら私のとこに来て正解だ。どこに行きたいの？島か。何か困ったことでもあるのか？神秘の島に行く難しさについてはもう分かってる感じ？うん、族長から聞いたぞ。でもオイラとこいつの今までの経験とムアラニのガイドがあればきっと問題ないだろ。分かった。じゃあその前にちょっとだけ説明させて。私のガイドとしての知識は全部ヌーって人から教わったものなの。おじさんは龍泉の州の一流ガイド。でも彼でさえその島にはたどり着けなかった。できるガイドがチームにいるなら旅は順調で楽しいものであるべきだと思う。でも目的地があの島だって言うならそんな旅にできるか自信がないんだよね。まっ、君とパイモンからの誘いだし絶対断りはしないけど、ただ正式に君たちの誘いを受ける前に説明しとかなきゃって思ったの。ガイドとしての義務みたいなもんだね。モアラニなら楽勝だと思ってたけど、なんかもしかして面倒ごとを持ち込んじゃったか？お宝のためだけに友達に迷惑をかけるくらいなら諦めた方がマシかもな。モアラニ、そんなに急いでどこに行くんだ？突っ立ってないでついてきてよ。さっきコーラが帰ってきたんだ。またお宝だらけの地下遺跡を見つけたんだって。コーラウがか？ちょっと待ってくれ、一緒に行け。コーラウって誰だ？龍泉の州の現トップガイドだよ。初代族長以外で神秘の島に行くことのできた
唯一のガイドでもあるんだ。そうなのか。いつも外にいるからなかなか会えないんだよ。きっとにぎわってるから見に行こう。お知らせのボードを置くからちょっと待っててね。依頼の礁石は深さ500メートル以上の岩窟にしか存在しないんだ。ほら、検品してくる。一緒に連れて行くように頼まれた奴らについては全員岩窟の中で迷子になった。ガイドとして全員を連れ戻したがな。次があるなら俺一人に行かせた方が早いし手間が省ける。実にご苦労だった。さすがはトップガイドだな。あんな洞窟たとえ200メートルでも怖くて逃げたくなっちゃうぜ。今回はいくら稼いだのかしら。確かにすごそうなガイドだな。モアラニ、あいつからいろいろ教えてもらうのはどうだ。そうすれば島に行く苦労も減るだろ。ガイドとしての経験はコーラウにとって機密だから他人に教えたりしないよ。そっか。いつかきっと私も神秘の島を見つけてみせるんだから。あの方でしょうね。本当に依頼を受けてくれるのでしょうか。僕に任せろ。やあ、君は龍泉の州屈指のガイドだと聞いた。依頼があるんだが受けてくれるかな。あのおじさん、なんか見覚えがあるような。あ、コホラ竜に噛まれてたスメール学者たちじゃないか。あいつらも確か神秘の島に行こうとしてたんだよな。やっとガイドを雇う気になったのか。依頼か。俺の能力を知ってるようだが、ついでに値段も周りに聞いてみた方がいい。それを聞いても引き下がらないのならまた来るといい。全部知ってる。今回の件が成功すれば報酬など問題にはならない。ほう。目的地は神秘の島だ。やはりな。誤解しないでくれ。僕は観光客なんかじゃない。僕が行きたいのは本物の神秘の島なんだ。聞いたか。やっぱりあいつ神秘の島に行きたいって。そういうことなら確かにコーラウに依頼するしかないわね。けど神秘の島に行けるかどうかはガイドだけの問題じゃなかったわよね。本物の神秘の島を目指しているのなら出発条件も無論知っているはずだな。ああ、伝説では命を託し合える仲間たちが手を取り合ってこそ神秘の島にたどり着ける。そうだろ。僕はどうしてもあそこに行かなければならないんだ。命を他人に託すことだって覚悟はできている。うぬぼれはほどほどにしろ。俺からすればあれはただの遠回りな口実に過ぎない。身の程を知らない奴らを止めるためのな。何を。命を互いに託し合う。笑わせてくれる。ほとんどの場合他人に命を任されても足手まといにしかならん。逆にどうして俺が命を自分よりずっと能力の劣る奴に託さなければならない。わかったか。これがあの条件の本当の意味だ。部族のガイドたちは今までにもそういった依頼を山ほど受けてきた。
だが向かっている最中に往々にして無能な雇い主に足を引っ張られてしまうんだ。俺が神秘の島にたどり着けたのはなぜだと思う？一人で行ったからだ。僕は普通の観光客とは違う。俺にとっちゃ大して変わらない。お前ならせいぜい半分で諦めてしまうだろう。そうなれば時間の無駄だし、残りの報酬ももらい損ねる。どうせ好奇心に駆られただけなんだろう。他のガイドを当たるといい。例えばあそこにいるヌーの弟子とかな。あいつなんだあの態度。すごそうなんて言葉は撤回するぞ。他にも依頼があるんで先に失礼させてもらう。ちょっと待ってコーラン。どうした？お前の師匠に免じて依頼人を紹介してやったぞ。せっかくのチャンスを無駄にしない方がいい。それはともかく神秘の島に対する考え方には賛成できないよ。ヌーおじさんは私に教えてくれたもん。知ってるさ。お前はヌーと同じだからな。自分を証明したくてしょうがないくせに伝説の条件にとらわれて足を引っ張る依頼人がついてなきゃ動けない。モアラに俺が持ち帰った貴重な鉱石が俺が神秘の島に到達した何よりの証拠だ。ヌーの方はどうだ？あいつの証拠はどこにある？あいつも神秘の島にたどり着いたらその後で反論してくれ。ごめんね。面白いだろうと思って連れてきただけなのにまた喧嘩になっちゃった。あのコーラウってやつ、お前に対して感じ悪かったな。っていうかもしかしてお前の先生が嫌いなのか？うん、トップガイドも私の先生を気にしてるってこと。すごいでしょ。落ち込んでると思ったぜ。まさか。前にもヌーおじさんとコーラウはあんな風に争ってたの。似たような会話を何度も聞いてきたんだよ。やっぱり本当に神秘の島にたどり着かないことには説得できそうにないね。うん、ただ私はずっとそれを真面目で重要なことだと思ってきたんだ。今日いきなり誘われて心の準備ができてないっていうか。私真顔でどれだけ難しいかについて並べ立てたから、まさか迷惑かけちゃうとか思ってないよね？それはそうだぞ。やっぱりやめにしようかとも思ってたしな。絶対にやめないで。実はこれもヌーおじさんが教えてくれたことなの。ガイドとして真っ先に遭遇しうる困難を依頼人に知らせるべきだってね。こほん、なすべき努力に対する共通認識ができて初めてゴールにたどり着けるチャンスが増える。私ずっと思ってるんだ、コーラウなんかよりも私の先生が劣ってるもんかってね。でもヌーおじさんは確かに神秘の島に行ったことがなくて、いつもコーラウにマウント取られちゃうわけだから、弟子として代わりに神秘の島にたどり着いて先生の実力を証明してやろうってずっと思ってたの。こうしてチャンスが来たんだろ。なあ、オイラたちのガイドをしてくれよ。お前にならオイラたちは命を託せるぞ。この旅人と仲間のオイラがいればお前もきっと神秘の島にたどり着けるはずだ。コーラウのやつに思い知らせてやろうぜ。バイモン、ハグしよう。おじょ、恥ずかしいからやめろよ。
そろ準備を始めなきゃ。具体的なプランはもうとっくに仕上がってるんだ。ついてきて。あの変なやつだ。あいつもいるってことをすっかり忘れてたぜ。変なやつだと？僕はヴィランドラだ。また会えるなんて思いませんでした。旅人さん、パイモンさん、お姉さん、また会ったな。そのガイドさん、ご紹介いただいたので私たちもついて行っていいでしょうか？ムアラニだよ、呼び捨てでいいから。一緒に行くって件については君たちも事前に調べ上げてるでしょ。お互い初対面だし、神秘の島に行くための条件を満たしてないんだと思うよね。それは認めるよ。ナタに来てから専門外のことにばっかり遭遇してる。君たちが足を引っ張られないかと心配するのもうなずける。ならこういうのはどうだ。同行者として僕たちは君たちと共に出発する。報酬は元通り支払うが、雇用関係を結ぶ必要はない。言い換えればガイドとしての責任を負わなくていいんだ。僕たちに何があっても君の名誉は傷つけない。どうだ。一緒に行動する以上チームの仲間だよ。そんな無責任なこと約束できないよ。あ、ひょっとして私のことをコーラウと同じ類の人間だと思ってる？こういう条件もダメか。はあ、カーリア、帰りのモラは君のバッグにある。君は先に帰ってくれ。ガイドもなく先に進むのは危険だ。もう僕についてこなくていい。先輩、一人でも行こうとするなんて、こいつよっぽど神秘の島に行きたいんだな。ストップ！ガイドの前でそんなこと決断しないで。観光客を一人で危険な旅に行かせたりしたら、私を一番可愛がってるママだって許してくれないよ。ご迷惑をかけてしまい本当に申し訳ありません。そんなこと言わないで。見知らぬ二人をチームに入れるのは不適切だけど、全く解決策がないってわけでもないから。それじゃあ明日の朝、部族の南東の坂にある彫像の近くで集合ってことで。僕の依頼を受けてくれる気になったのか？うんうん、私の方法は旅の過程で君たちを命を託せる友達に変えること。そんなやり方もありなのか？なるほど。本当に良かったです。ヴィランドラ先輩の分までお礼を言わせてください。なんかさすがムアラニって感じの発想だな。早速準備を始めるよ。二人ともついてきて。儲け話だよ。私の名前はエラファスです。ってもう言い返す気力も失せてきました。分かってるって。でもエラッチの方が可愛いじゃん。ここではあなたがお客さんですから、そういうことにしてあげます。野営用のテントを買いたいの。フルセットで最高品質のやつをちょうだい。依頼を受けたんですね。先に言っておきますが、お求めのものだと相当値が張りますよ。依頼主が払ってくれるんですか？いくらぐらいするんだ？モラのことは心配しないで、私が払うから。え、でも。コホン、旅人パイモン、もう一回聞くけど、私たちって雇う雇われるの関係だっけ？お、いや、
オイラたちは命を託し合える仲間だぞ。そういうこと。私、野営の準備に関しては結構こだわる方なの。だからって友達に払わせるわけにはいかないでしょ。そんなに高くないから心配しないで。家賃ちん、いくら？全部で20万もろです。やっぱり高いじゃないか。想像して、旅の疲れで今にも眠り込んじゃいそうなのに、荒野に野宿するしかない。でも1週間分のお小遣いを使えばお悩み解決。そうか、1週間のお小遣い。モアラニ、もしかしてお前大金持ちなのか。そんなことより他のお店でも買うものがあるからついてきて。いつまでおじさんと呼ぶんじゃ。お前さんにゃじいさんと呼ばれてもいい年じゃぞ。だって安心おじさんはまだまだ若いもんね。ちょっと珍しいものを探してほしいの。値段のことは気にしないで。ああ、言ってごらん。野営の時にも持ち運びやすいレコードプレイヤーが欲しいの。めったに手に入らん代物じゃぞ。わしのとっておきの品なんじゃが。安心おじさん壊すでないぞ。お前さんが使わなくなったら定価で買い取ってやる。おじさん、ありがとう。レコードプレイヤーってことはレコードも買うのか。ご明察。さ、次の店に行きましょう。いやあ、ムアラニさん、ついにアルバムを出す気になったんですか。アルバムを出すときは絶対に君に頼むよ。今回は別件、君が最近こっそり聴いてるあのレコードを買いたいの。あのレコードはコピーするのが難しくて、私もまだ聴き足りてないんですけど。名演の主の友達にもアルバム発行の依頼はパカパカにするようにって言っとくから。おお、それならサイケデリック風のアルバムが良さそうですね。約束ですよ。よし、レコードも無事確保。なんでそんなのがいるんだ。名演の主の友達に聞いたんだけど、この曲には不思議な力があって、夜に聞くと旅人の安全を守ってくれるんだってさ。本当か。値段さえ高くなければ旅の気分転換にはもってこいだけどな。ムアラニさんなら相場もわかるでしょう。これは2万モラが限界ですからね。オッケー。ムアラニって本当に大金持ちみたいだぞ。
これで買い物は一通り終わったかな。次は急に緊張してきた。どうしたんだよモアラニ。次は先生のところに行って神秘の島への行き方が書かれた地図をもらわないといけないんだ。ここの初代族長は神秘の島に関する伝説と一緒に一枚の地図を残したの。まあ地図って言っても宝の地図みたいなものなんだけどね。地図には謎の記号が書かれてて、ガイドは自分の経験に基づいて具体的なルートを読み解かないといけないの。初代族長が地図を復写して当時の部族メンバーに配って以来、地図は代々受け継がれてきたんだ。多くの場合は師から弟子へと託される形でね。ってことで今日はヌーおじさんから正式にその地図を受け継ぐ日なの。なるほどな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。だってそれってすごく重要な節目だろ。そうだよ。でも旅人とパイモンと一緒だって思うといくらか気が楽かな。私たちなら絶対にヌーおじさんをがっかりさせたりしないよね。そりゃそうだ。よし、じゃあムアラニの先生のところに向かおうぜ。おじさんがびっくりする話をしに来たよ。びっくり？ついに地図を受け取りに来たんだな。あ、また当てられちゃった。この間そちらの二人の友人のことを話してくれただろう。共に八神の国に行ってきたと。そういう仲間なら確かに命を託し合える仲と言えるだろう。ただちょっと複雑な心境でね。なんでだ？ヌーおじさん、私にはまだ早いって思ってる。いや、若い世代のガイドの中でお前は一番優秀だ。むしろ準備ができていないのは私の方さ。神秘の島に行くことはここのどんなガイドにとってもそう簡単に成し遂げられることじゃない。だからどうしても心配でね。心配するな。オイラと旅人もついてるんだし、ムアラニならきっとたどり着けるぞ。そうだよ、ヌーおじさんは絶対にコーラオなんかに負けてないって私が証明してみせるから。誤解しないでくれ。お前が心を決めたなら引き止めるつもりはない。ただもう一度念を押すぞムアラに。我々ガイドの使命は何かを証明することじゃない。お客さんを目的地まで安全に案内すること、これこそが役目だ。うん、分かってるヌーおじさん。ならこの地図を受け取ってくれ。それからこれも。これは？お守りだ。なくさないようにしっかり持ち歩くんだぞ。神秘の島から帰ってきたら返してくれ。スピネルの実でできてるの？でも普通のスピネルの実じゃないみたい。ああ、だからよく聞くんだ。やっぱりおじさんは私を分かってるね。旅人とパイモン、明日は出発だから今夜はゆっくり休んで。うん、楽しみにしてるぜ。
おはよう。いつ出発するんだ？旅が始まる前からもう待ちきれないってせかす子供みたい。早くやるべきことに着手したいだけだ。春の遠足とは違うってことは君も分かってるだろ。お互いプロらしく行こう。心配しないで、私だってプロのガイドなんだから。コホン。じゃあ神秘の島への旅にレッツゴー。まずはこの彫像なんだけど。お、これが何か重要な手がかりなのか。うん、流星の州の初代族長が神秘の島から帰ってきた時に建てたもので、ランドマーク的な存在なんだよ。出発の前に彫像に触れてご先祖様にお祈りを捧げるの。そうすれば神秘の島への旅がきっとうまくいくはずだよ。その説に理論的根拠はあるのか。理論的根拠？そんなのはないけど、先生から教わったの。神秘の島へ出発する時のマナーなんだって。よくできました。専門外のことについてとやかく言わないのもプロの精神だよ。いいだろう。だがそれじゃ論文には書けない。さあさあ、みんなで唱えましょう。敬愛する先人よ、あなたがかつて成し遂げた偉業、その旅路を今私たちは再び歩み出そうとしています。どうかこの出発を見届け、無事帰って来られるよう見守ってください。なんか偉大な冒険が始まるって感じがするぞ。でしょう。気合を入れて、まずは一つ目の手がかりを探しに行きましょう。一つ目の手がかりってどこにあるんだ。それはね、パーティー会場だよ。Thank you.
やはり一つ目の手がかりはコホラ流と関係してるんだな。部族以外の人でも地図の写本からたどり着くのは大体同じ結論。でもほとんどは探す方向性が間違ってるんだよね。初代族長は手がかりの部分に特殊な記号を書き入れてるけど、それは私たちの部族がコホラ竜をマークする時の暗号なの。適当に1匹や2匹のコホラ竜を当たっても手がかりは見つけられないよ。さすがプロだな。だが僕が調べた限り、コホラ竜は温泉を奪い合う時を除けばあまり群れるのを好まないらしいが。流線の州のガイドしか知らない秘密を教えてあげる。野外に生息するコホラ竜は定期的にこの先にある谷に集まるんだよ。そうだな、部族で定期的に催される集会みたいなものかな。その時期が終わったらすぐに散っていくんだけど、ナタを頻繁に旅するガイドくらいしかあんまり見られない光景かもね。そんなことがあるのか。メモしておかないと、論文のしかるべき部分に書き足そう。地図を解読してみたけど、手がかりはあの谷の奥に隠されてると思う。あっちに行くには竜の群れを抜けないといけないだろう。そうだね。できるだけあの子たちに気づかれないように行動しなくちゃ。友達と集まってるところを邪魔されたくないでしょ。竜の群れに近づかないといけないんですか。協力すると約束した以上、双方が力を出し合うべきだ。しかし彼はコホラ竜に襲われたばかりだから、あいにく都合が悪い。だが僕は何ら問題ない。彼にはここに残ってもらって、彼女の分の仕事は僕が肩代わりしよう。そもそも全員で行く必要はないよ。誰かが残って荷物を見ないといけないしね。じゃあ荷物の番は2人に任せていいかな。旅人とパイモンは私についてきて。そうなのか。了解した。でも君の後輩を思いやる気持ちはバッチリ伝わってきたから、しっかりついてきて。あんまり離れないようにね。思いやり？僕はただ目下の状況に合わせて合理的なマンパワーの配分について提案しただけだ。荷物の方は二人でしっかり見ていますので、そちらの件はお願いします。地図の情報から手がかりは向こうの谷にあるという結論が出たなら、竜の群れを追い払えばいいんじゃないか。君たちの腕前なら不可能じゃないだろう。コホラ竜をこっちから傷つけちゃいけないって部族の先輩たちに口を酸っぱくして言われてるの。スタイチ、パーティーに乱入するだけでも失礼なのに、参加者たちを追い払うなんてひどすぎでしょ。それはどういう理屈だ。では他の方法を考えましょう。コホラ竜に気づかれずに谷に入る方法はきっとあるはず。一人で考えるのは非効率的だから、みんなで考えよう。オイラも考えてみるぜ。迂回するとか。地図を見る限り手がかりはコホラ竜の群れの真ん中あたりにあるし、迂回したって他のコホラ竜の群れに出会うかも。そっか。困ったな。カーレさん、ヴィランドラさんのフォローに入る時くらいしか喋ってないけど、何かアイデアはある？
私ですか？そうですね。先輩がコホラ流から手がかりを探すと決めたとき、私もコホラ流について調べるのを手伝ったんです。するとある興味深い事実に気づきました。コホラ流は聴覚によって獲物の方角を判断すると思われてきましたが、実は鋭い嗅覚の持ち主でもあるんです。役に立つかどうか分かりませんが。なるほど、そうか。それってすっごく重要な情報だよ、カーリャさん。カーリャでいいですよ。じゃあ引き続き荷物の番をお願いね。旅人パイモン、ついてきて。いい方法を思いついたんだ。お疲れ様です。荷物はしっかり見ておきますね。直接コホラ竜を追い払えばいいんじゃないのか。コホラ流のパーティーに乱入するための鍵？鼻が利くのなら、いくら頑張ってあの子たちの視線を避けて静かに近づいても匂いできっとバレちゃうでしょ。でもこれがあれば問題解決だよ。この植物はコホラ流と似た匂いがするから、これから絞った液体を体に塗り込めばコホラ流の鼻をごまかせるはず。体に塗るのか？大丈夫だって、美容効果もあるんだよ。うぃ、なんかぬるぬるしてるな。でも確かにコホラ流の匂いがするぞ。よし、完璧だね。じゃあもう一回挑戦しよう。あの子たちの視界に入らないようにね。何の音？気をつけて。このコホラ竜か。安心して、この子に敵意はないから。難しいな。あ、いいアイディアがあるよ。ちょっと待ってて。驚かせないように慎重にね。多分この辺りだと思う。見ろ、コホラ竜たちがあっちの岩に集まってくぞ。一体何してるんだ？そう、パーティーに飽きちゃったから、あっちにみんなを集めて面白い話でもしてるのかな。コホラ流の言葉はわからないから何とも言えないけど。え？流線の州のガイドはみんなコホラ流の言葉がわかるもんだと思ってたぜ。それ誰に吹き込まれたの？まあよく考えたらデタラメに決まってるよな。
あれはなんだ？石の壁に何か模様が出てきたぞ。確か色の変わる種類の苔があって、コホラ竜が放つ生理的信号に反応するって話を聞いたことがある。でも苔が反応するためにはかなりの数のコホラ竜が必要なはず。なるほど、これが手がかりなんだ。写真を撮るか。光でコホラ竜がびっくりしちゃうかもしれないから模写するよ。これで第一関門は完璧に突破だよな。なるほど。もし最初から竜の群れを追い払ってしまっていたら手がかりも得られなかったわけだ。やはり理論で説明できるな。カーリャさん、彼っていつもこうなの？つい研究に夢中になってしまうようで。とにかくこれで私の判断は間違ってなかったって証明されたでしょ。私を信じる気になったならもう口答えはやめてね。わかった。その方が時間を無駄にせずに済みそうだ。ムアラニってチームをまとめるのがうまいんだな。さてと、この手がかりから次に向かう場所を決めないとね。この模様ってどんな意味なんだろう。ずいぶん抽象的だな。全然わからないぞ。あ、もしかして一見よくわからない線だけど、きっとチャルチビトリクエの丘の水路と陸地が交わる線なんだ。こうやって地図の欠けてるところにはめれば。オッケー、次の目的地がわかったよ。そんなのでわかったのか。直感ってとこもあるけどね。仕事柄地図をたくさん見てるうちにこういった模様にも勘が働くようになったのかも。さあ、休憩時間終わり。準備して。で間違いないはず。次はどっちに進めばいいんだ？私にもまだわからないけど、地図を見る限り水域を横切る装置があるはず。でもこっちの線は何を指してるんだろう。なるほど、僕の理論通りだった。変なやつがまた変なこと言ってるぜ。思いついたことがあるならぜひ教えて。地図に描かれた装置を表す線はおそらくスピリットウェイを指していると思う。なるほど、確かにその可能性はあるけど、でも部族はこの周辺にスピリットの刻紋を設置してないはずだよ。僕の理論じゃそれは人間が設置したものとは限らない。人間が活動を始めるはるか昔からナタの竜はすでに似たような装置を使っていたと思われる。むしろ君たち一族が使っているスピリットの刻紋は竜の時代のものを真似て作られたのかもしれないな。あ、思い出した。確かヌーおじさんにもそんな話を聞いたことがあるよ。ああ、僕も言い伝えを耳にしてね。研究に関係があると思っていろいろ資料を調べたんだ。神秘の島にたどり着くルートは見つからなかったが、島付近の地形の特徴は推測できた。つまり水路と陸地の交わる年素の豊富な地であることだ。僕の研究によればそもそもスピリットウェイは年素の流れに伴って発生する自然現象なんだ。おそらく
このエリアにはスピリットウェイが数多く潜んでいるだろう。そして太古の時代、ここに生きていた竜がそれらを制御する装置を残している可能性は高い。なるほど、すごい。これで全部の辻褄が合ったよ。変なやつのお手柄だな。褒めすぎだ。僕の理論が正しければ神秘の島までそう遠くはないはずだ。ギミックを解けば島の具体的な位置を特定できるだろう。じゃあみんなで竜のスピリットの黒門を探しましょう。あまりに雑な呼び方で論文にそのまま書くのははばかられる。こちらは竜が使っていた装置なのだから、もっと本質を表すような言葉、例えば粘素濃度と呼ぶべきだ。じゃあみんなで粘素濃度を探しましょう。っていうか粘素濃度って何？僕の推測が正しければ、あれを見てくれ。おお、光り出したぞ。これがそうなのか？近づくと活性化するみたいだね。確かにスピリットウェイによく似てる。でも地図を見た限り粘素濃度はもう2つあるはず。一緒に探してみましょう。粘素濃度の使い方については以前資料で調べたのを思い出してみよう。先輩の知識を役立てていただけてとても嬉しいです。操作方法からだね。人為的に設置したものと似てはいるけど
やっぱり 100% 制御することはできないみたい。それって何か問題があるのか？ほら、普通のスピリットの国門は起動さえすればあとは安心して使えるけど、これの場合は常に誰かが操作してないといけないんだよ。それと地図のヒントを見る限り、ギミックを解くには途中で別のネーゾノードに切り替えてスピリットウェイのルートを変えないといけないの。下手したらスピリットウェイから落ちちゃう可能性だってある。うわ、危なすぎるだろう。理論上3つのネーゾノードをそれぞれ操作する者がいれば危険はないはずだ。君も操作できる？さっき試してみたけどスピリットの国門よりも難しそうだったよ。実際に操作したことはないが、資料を山ほど調べたから理論上はいけるはずだ。とりあえず試させてくれ。理論上こんなはずはなかったのだが。私にも先輩にも無理みたいです。お力になれずすみません。君はいけそう？お、うんうん、おうん、ま、これまでの経験からしてこれぐらいの装置は朝飯前だよな。よし、じゃあ旅人はここに残ってネーゾノードを操作して。私はギミックを解きに行くよ。切り替えてほしいタイミングでサインを送るから、タイミングに合わせて対応するネーゾノードの近くまで行けばきっとうまくいくはず。ちょっと待てよ、最初話してたのよりさらに危ないんじゃないのか？心配しないで、スピリットウェイの下は水だから万が一落ちても怖くないよ。私泳ぎは得意なんだ。あんな高いところをめちゃくちゃ速いスピードで進むんだぞ。もしミスったりしたら、泳ぐのが得意だからってどうにもならないだろう。パイモン、出発前の約束を覚えてる？神秘の島には命を託し合える仲間と一緒に向かわないといけない。旅人とパイモンが私を信じてくれてるんだから、私も君たちを信じてるよ。そうだな、気をつけろよ。先輩の知識を役立てていただけてとても嬉しいです。ネーゾノードの使い方については以前資料で調べたのを思い出してみよう。うわあ、ぽよーん、ぽよよーん、うわあ、とっとっと。
次のレートナードお願い。了解。絶対に大丈夫だよ。あれ、粘素濃度の光が消えた。本当だ。どうやら粘素濃度はエネルギーをチャージする必要があるようだな。一度起動するとしばらくの間使えなくなる。となると確実にチャンスをものにしないとね。一度逃せばいつまで待たされるかわからないってことだ。あれは空が曇ってきたな。お、水面に渦がいっぱい出てきたぞ。そうだね、高いところに行きましょう。目的地だよ。え、どういうことだ。神秘の島に行くためにはあの渦の中に入らなくちゃいけない。これが地図から得た唯一の答えなの。単刀直入に言わせてもらうが、その渦に入る危険性については流線の州のガイドである君の方がよく分かっているだろう。うん、分かってる。でも地図を解読した結果も、さっき上空から観測したスピリットウェイの流れも、あの渦の中に通路が隠されてるって示してた。もし君が間違っていたら。先輩理不尽を言うつもりはない。残念ながらこの分野においては僕も専門家だ。おそらくスピリットウェイが周囲の水域に影響を与え、水位が下がった結果渦ができたんだろう。このスピードで行けばほどなくして水底に沈んでいた陸地が浮かび上がり、完全な姿を現すはずだ。こちらの方が神秘の島の定義にふさわしいと思わないか。だから浅瀬の方へ向かうべきだ。渦の中に飛び込めば流れに巻き込まれて底なしの深淵に引きずり込まれるに決まってる。こいつの話も一理あるような。今のところ反論の根拠は思いつかないけど、私は自分の判断を信じてる。なら君との協力関係は打ち切りだ。お互い信頼し合うって約束しただろ。これは僕の専門的知見に基づいて得た結論だ。それを否定しろと言われても無理だな。この先はそれぞれの判断で行動しよう。ダメだ。お客様が途中で離脱するなんてガイドとして縁起が悪すぎるよ。そんなの絶対に嫌だ。なら僕の最初の提案通りにしよう。君は僕のガイドじゃないし、理論上僕に対して何の責任もない。はあ、一度チームを組んだからには撤回なんてできないよ。不潔なことが起きるかどうかは君や私がコントロールできるものでもない。こうしよう。君とカーレさんはここで待ってて、私たちが渦の近くを調べてくるから。君が何事においても理屈にこだわるのは分かってる。だから、
君を説得するのに十分な根拠を見つけて戻ってくるよ。それは旅人パイモン、行きましょう。君は彼女と親しいんだろ。どうにか考え直すように説得してくれ。先輩はナタの地形に詳しいので、それなりの根拠があっての判断だと思います。先輩の意見も検討していただければ幸いです。私が無茶を言ってるってパイモンも思ってるよね。それは気にしないで、無理もないよ。実は私もヴィランドラさんの言ってることは理解してるの。ガイドをするっていうのはそういうことなんだ。部族に代々受け継がれてきた経験を糧に、私たちは困難を乗り越えてお客さんを目的地まで導く術を身につけた。でも進むべき方向の決定権を与えられる一方で、判断を誤った場合の結果も背負わなきゃいけない。時にその結果は、これまで集めた情報から私はあの渦の中に入るべきだって確信してるけど、渦の中に何があるのかはわからない。もしあの二人が私の提案に反対し続けるとしたら、二人を説得できる自信はないよ。旅人とパイモンも私の依頼人だし、もし危険すぎると思うならここでストップをかけてもらっても全然平気だよ。ここからの帰り道は私すごく詳しいから安心して。モアラに旅人。そうだぞ、ムアラニがオイラたちのことを信じてくれたように、今度はオイラたちが信じてやる番だぜ。だいたいたかが渦ごときにビビるもんか。オイラたち八神の国からも見事帰還できたんだぞ。渦に巻き込まれて水の底に放り出されたってちっとも怖くなんかないぜ。パイモン、もっかいハグしよう。そんなことより、まずは渦を調べよう。あいつを説得する材料を集めないとな。縁起がいいとか悪いとかは別として、あいつは結構知識もあるみたいだし、チームに残ってもらった方がいいと思うぞ。うん、私もそう思う。でもここに手がかりはなさそう。もっと水面に近づいて観察してみようか。あれ、気のせいか？モアラに渦が小さくなった気がしないか？確かに。もしかしてあの粘素濃度と同じで時間制限があるのかな。なら急がないとだな。モアラにさん、大変です。カーリャさん、こんなところまで来てどうしたの？ヴィランドラ先輩がまずは自分の判断を検証したいって言い張って、止め南側の水位が直に下がるから徒歩で渡れるはずと先輩が見込んで渡り始めたら、急に水面が上昇して流されてしまったんです。私は泳ぐのが苦手でどうしようもなくて。渦が消えるまでに何とかできるか。タイモン、迷う必要なんてないよ。カーレさん、すぐ行くから彼がいる方向を教えて。加速するよ。助け、遅いな、どんどん流されちゃうよ。
カーラさんが知らせに来てくれたおかげでなんとか間に合ったよ。あそこだぞ。ヴィランドの先輩、よかった。本当にごめんなさい、ムアラニさん。待っててって言ったでしょ。水面の変化から神秘の島への道が現れる時間はそう長くないだろうと気づいた。だからチャンスを見逃すわけにはいかなかったんだ。しかし僕の判断は間違っていた。ということは君の方は。あ、そうだ、今から渦のところに戻っても間に合うかな。俺、渦が消えてるぞ。やっぱり間に合わなかったか。なぜそのチャンスを逃してまでこっちに来た。何その言い方。お客さんがチームから抜けるだけでも縁起が悪いのに、溺れ死んだなんてことになったらたまったもんじゃないでしょ。本当にごめんなさい。気にしないで、カーリアさん。多分あのネゾノードを再起動すればまた渦は出てくると思う。ただいつネゾノードを再起動できるかわからないってのが問題だけど、ま、今日はもう遅いし、みんなも一日中駆け回って疲れたでしょ。とりあえずテントを張って空腹を満たそうってのがガイドからの提案。面倒なことはまた明日考えよう。言われてみれば確かにお腹ペコペコだぞ。オイラの胃袋はいい子だからな。みんなが一生懸命働いてるときはおとなしくしてくれてるんだ。腕によりをかけてたーっぷりごちそうを作るよ。でもその前に場所を探してテントを張ろう。あそこが良さそう。ここでいいか。オイラと旅人も手伝うぜ。じゃあお願いしていい？私は火を起こしてくるから。野営の豆知識を一つ教えてあげる。テントは焚き火の風上に張るのが鉄則だよ。行くよ。
どうだった？頑張って覚えたキャンプにぴったりの料理。わあ、めちゃくちゃ美味しかったぞ。モアラには料理も得意なんだな。カーレさんにいろいろ手伝ってもらったから本当ありがとね。いえいえ、皆さんのお役に立てて嬉しいです。あれ、今うなり声みたいなの聞こえなかったか？夜の野外ってやっぱり不安だな。心配しないで。レコードを買ったの覚えてる？今つけるよ。ね、聞いたでしょ。この曲、そんな効果があったのか。ただの縁起物だと思ってたぜ。風習には先人が残してくれた貴重な経験がたくさん隠されてるって両親が教えてくれたの。信じればきっといいことがわかるよ。なるほど。この神秘の島の旅もある意味初代族長が残した風習の一つなんだけど、一体どんな経験を伝えようとしてるんだろうね。は、オイラも気になるぞ。私も実は詳しくなくて、小さい頃に両親から聞いた話なんだけど、最初にナタの地図を書いた人で、最初にコホラ竜を仲間にした人でもあるんだって。なんかすごそうだな。うん、どんなにたどり着くのが難しいところでも、足を踏み入れたことのない場所はほとんどなかったらしいよ。彼のガイドとしての名誉は今でも匹敵する人がいないレベルだよ。神秘の島への旅は中でも一番輝かしい栄誉なんだ。でも不思議なことに、それまで一度も立ち止まることのなかった彼は、神秘の島から帰ってきた後、足を休めて今の龍泉の州を立ち上げた。それは一体どんな意味のある旅だったんだろうね。あれ、ちょっと、なんでこんなに空気が重いの？みんななんか喋ってよ。ねえ、休む前にキャンプファイヤーで盛り上がろう。
明日あの渦に飛び込むのなら今は体力を養うのが一番の得策だろ。もう釣れないんだから。一応命の恩人の提案なんだけどな。そうだぞ。わかった。規定通りならキャンプファイヤーでは何をすればいいんだ。規定？キャンプファイヤーをやるのに規定なんてないでしょ。楽しければいいんだよ。そうだな、私が質問してみんなが思ったことをそのまま言うのはどう？面白そうだな。じゃあ1問目、旅の意味って何だと思う？なるほど、ちょうどこの話をしてたもんな。みんなで考えれば初代族長があの時何を考えてたのかわかるかもって思ってさ。オイラが最初に答えるぜ。そうだな、旅の意味はお宝といろんな美味しい食べ物だ。でも一番大事なのはやっぱり一緒に旅をしてくれる仲間だと思うぞ。うんうん、私もそう思う。次、旅人はどう思う？考え込んでるね。わかった。ナタに来る前にいろんな国を旅してきたんでしょ。旅人はガイドの私よりも旅の経験が豊富だからどこから話せばいいか迷っちゃうのもわかるよ。それじゃまずはお預けってことで、答えが出たらまた教えて。次はカーレさん、聞かせてくれる？私ですか？旅と言っても実は今回初めて遠出したんです。役に立つ意見は出せないかもしれません。いいのいいの、だってただのキャンプだよ。研究討論会じゃあるまいし。わかりました。私は旅は寄り添うことだと思います。目的地にたどり着くまでは旅のことだけを考えてお互い寄り添っていれば悩みなんて消えるんです。なんとなくわかるよ。オイラも。本当ですか？笑わないでくださいね。さてと、じゃあ次はヴィランドラさんの番だね。どうしてもというのなら言わせてもらおう。僕の人生の目標や理想は全て結果だ。旅など所詮結果に通ずる道のりでしかない。正しい結果へと導くことこそ旅の最大の意味だと思う。そうなの？ちょっと理解するのが難しいよ。何も難しいことはない。君たちの初代族長もきっと同じ決断をした。神秘の島で十分な価値のある結果を見つけたから旅を終わらせたのだろう。結果を得たからにはそれ以上旅を続けても意味はない。それはここに来る前ある研究成果を盗まれたんだ。奴は僕の研究成果に署名をしただけで全ての栄誉を持って行ってしまった。まるで僕が注いできた心血は最初から存在しないかのようだった。分かったかお嬢さん、結果のない過程には何の意味もないんだ。それは気の毒だったね。でもその考えには賛同できないよ。同情などいらない。
神秘の島にたどり着き、正しい結果さえ得られれば、今の状況はどうでもいい過程に過ぎない。昼間の出来事を経て、僕の判断が間違っていたことは証明された。ここは君の判断を信じよう。僕が言ったことについては謝る。今度こそ神秘の島にたどり着かないと。命を君に預けることは僕にとって必須の決断なんだ。これって謝ってるのか？なんだか変な感じだぞ。龍泉の州のガイドたちはこんな風に言うの。もし旅の目的が単にゴールにたどり着くことなら、最初から外に出る必要はないってね。だって全ての旅の最終的なゴールは家なんだもん。お客さんを連れて道を急ぐばかりじゃガイド失格だよ。私は目的地を目指す過程だって楽しんでもらいたいの。それこそが旅。これが私の答えだよ。君が僕に賛同できないように、僕も君の理屈には賛同できない。別にいいんだよ。旅のもう一つの大きな役割はお互いに分かり合えるようにしてくれることだからね。それはまたどういう理屈で。はいはい、この話は終わり。まだ寝るには早いし、階段でもする？えい、おいらちょっと怖いぞ。ぐっすり眠れたな。モハラニたちはもう出発したみたいだ。早く追いかけようぜ。呼びに行こうとしてたところだよ。あ、渦をもう一度出現させたのか。運が良かったよ。粘素濃度は太陽が昇ったらチャージが完了したみたい。今回は二人が手伝ってくれたからすぐにギミックを解けたの。粘素濃度を操作するコツをつかもうと朝からずっと練習してくれてたみたい。お、ちゃんと謝ったら背中を預けられる仲間になれたみたいだな。僕たちをからかってる場合か。渦の出現時間には限りがあることを忘れるなよ。そうだったぜ。早く渦の方に向かわないとな。昨日いろいろと話したけど、もう一回確認させて。みんなは私の判断を信じてくれてるよね。もちろんだ。よし、それじゃあ行こう。水の底にこんな洞窟があったのか。やっぱりモアラニは正しかったな。この洞窟がどこに通じてるのか見てみよう。
地図が示した通りだと下へ進めってことかな。よし、みんな落ち着いて、私と一緒に飛び降りて。作った地下洞窟みたいだね。なるほど、スピリットウェイは地下にあるマグマに影響を与えてたんだな。マグマの流れを変えれば一時的に空洞ができて、水の流れに沿ってここにたどり着けると。ふん、理論的にも説明できるな。スメールの学者ってみんなこんな感じなの？どうだろうな。でもこんな地下に島なんてあるのか。まだ目的地にはついてないみたいだね。このまま進もう。いくよ、お披露目だ。加速するよ。よっ、落ち着くなよ。さあ出発。ザブザブサメくん、見えてくるよ。足元に気をつけて、しっかりついてきて。危ない、溶岩洞ってやっぱり安定しないね。みんな落石に気をつけて。不安定になってきてるみたい。かなり入り組んでるな。あちこちにマグマがあるからどこに行けばいいかわからないぞ。みんな、あたりに何かないか調べてみよう。いいだろう、ここの環境サンプルを集めるのは研究に役立ちそうだ。珍しいことじゃないよ。これはスピネルの実、マグマの近くに生えるんだ。あれ、やっぱりちょっとおかしい。これ普通のスピネルの実じゃないよ。お守りに使われてるスピネルの実と同じ種だ。それってお前の先生がくれたお守りのことだよな。うん、だとすると
ムーンおじさんはここに来たことがあるのかな。でもおじさん、神秘の島にはたどり着いてないって言ってたけど。帰ったらおじさんに聞いてみるよ。行くよ。サーフボード貸そうか。マグマがあるからか。ちょっと熱くなってきたぞ。このマグマは不安定みたいだからあんまり長居しない方が良さそうだね。ここから見るとあの光やたら眩しく見えるぞ。そもそも何が光ってるんだ？あそこの光は…ちょっと待って、地図にヒントがあるみたい。ガイドさん、先輩も何か気づいたみたいです。わかった、わかったぞ。遠くのあの金色の光が見えるか。あそこが神秘の島、目指すべき場所だ。僕はスメール教令院のソロン派の学者で鉱石が専門なんだ。初めて神秘の島の伝説を耳にした時、こんな描写があることに気づいた。金色の光に輝く島だと。大げさな表現に聞こえるかもしれないが、これは極めて稀な鉱物、凝華鉱のことだ。特定の条件において大量のマグマが急に冷却されると、この鉱物が生成される。流される前に固まったがゆえに、膨大な塊が魅惑的な金色の輝きを放つ。僕の推測が正しければ、この先にはマグマのエリアが広がっているはずだ。そして神秘の島というのは、マグマの上に浮かぶ島のように大きな凝華鉱のことだろう。つまり、オイラたちは本当に神秘の島にたどり着いたってことか？喜べ。この鉱石はたとえ小さな塊でも計り知れない価値がある。本当か？じゃあ急がないと。ちょっと待って、パイモン、そろそろ戻らないと。どうして？それはどういう意味だ？地図のヒントはほとんど謎々みたいなものだけど、ここだけははっきり言ってる。遠くにある金色の光を見つけたら反対方向へ進めって。今の話は理にかなってるけど、金色の光を放ってる場所はご先祖様がたどり着いた神秘の島じゃないよ。冗談じゃない。ここまで来て引き返せるわけがないだろう。でも今までもムアラニの判断は正しかっただろう。財宝に気を取られてないでさっさと引き返そうぜ。財宝のためだとでも？おい、また様子がおかしくなっちゃったぞ。研究成果を奪われた後、僕は新しい研究を始めた。研究の中心はまさにこの鉱石だ。この鉱石さえ持ち帰れば僕の理論を証明できる。これで失った全てを取り戻せるんだ。僕にとってこの鉱石は必ず手に入れるべき結果なんだ。でないとここまでの苦労には何の意味もない。君たちにそれがわかるか？前に約束したことを守って、私の判断を信じて。なぜだ？まさか僕を疑っているのか？伝説の宝が実在することを確認した今、部外者の手に落ちるのが惜しくなったんだろう。先輩、ガイドさんはそんな人じゃありませんよ。結果は目の前なんだ。絶対にここで諦めたりしない。あいつ奥に入ったぞ。なんでまた？
の。マグマの動きがまた活発になってるみたいだね。ガイドさん、ミランドの先輩は？このままだとマグマに閉じ込められちゃう。魔物たちを早く片付けて向かいましょう。満点だけど。いやいや、危なすぎるだろう。わかった、こっちはオイラたちに任せろ。ドリフト、洞窟がますます不安定になってる。急がなきゃ。あとちょっとだったのに。よく見て、このマグマを通り抜けることなんてできない。無理に進んだら死ぬよ。どうして諦めてくれなかったの。どうして諦めなかったか。確かに僕は通り抜けられないかもしれないが、君はどうだ。私は、君にはマグマの上で動く能力がある。頑張ればあそこにたどり着き、ガイドとして最高の栄誉を手に入れていたかもしれない。そうすれば君は結果を得られる。あのコーラウだって君をとやかく言えなくなる。どうして諦めなかったかと聞かれたが、逆に君ならこのチャンスを諦めきれるのか。マグマが来ちゃう。私がリスクを冒して行っちゃったらみんなはどうなる。忘れたの？私はとっくに答えを出してたでしょ。君はついてきて。ムアラニたちが戻ってきたぞ。ただいま。ヴィランドラさんって運がいいね。大したことなかったよ。本当によかった。ありがとうございます、ガイドさん。どういたしまして。もうここも危ないから早く何とかして脱出しよう。いやだ、まだ立てる。戻らせてくれ。勘弁してくれよ。こんな時にまだ争う気でいるのか。ヴィランドラさん、おお、先輩は今まで出会った中で最も才能のある人です。研究の成果を盗まれて栄誉を手にできなくてもなお、その思いは揺るいでいません。今回だってたとえ結果を出せなくても新しい研究で成功を収められると思ってたんです。だって
才能までは奪われようがないもの。あなたは憧れの先輩なんです。ですから、こんなことにこだわったせいで死ぬなんて、絶対に許しません。カーリャ。やっと落ち着いてくれた。最初からカーリャさんに任せるべきだったかな。ムアに、マグマが上がってきちゃうぞ。慌てないで。ヌーおじさんに教えてもらった技が、役に立つ時が来たみたい。ホラリュウ、一体どこから来たんだ？説明は後よ。みんな早く乗って。うん。乗って水に入った時、また水を飲んじゃったぞ。みんな無事？揃ってる？1、2、3、4、5。全員ちゃんといるね。ギリギリ脱出成功。そして全員生存。よかった。機運アップも間違いなしだね。え、本当か？何の意味がある？結局神秘の島にはたどり着けなかったじゃないか。ずっとそんな顔してたらザイオンまで逃げちゃうぞ。シズのヒントによるとまだ道があるみたい。え、じゃあ次はどこに行けばいいんだ？お、なんか出発地点に戻ってるみたいだぞ。あ、みんなあの彫像のところに行こう。またここに戻ってきたけど、これってどういうことなんだ？はあ、彫像に文字が隠されてたみたい。ほら、触れると出てくる。本当だ。オイラもやってみるぜ。おめでとう、未来のガイド。君は私にとっても大きかったこの挑戦をクリアした。おかげで私もこの物語を君に伝えられる。君の知る部族の伝説では、私はナタで一番のガイドということになっているかもしれない。しかし当初私はむしろトレジャーハンターだった。自身を証明する結果のため何も恐れず励んでいた。私は幾度も人が恐怖を覚えるような目的地にたどり着き、世にも珍しい宝物を持ち帰ってきた。これ以上ないほどの名声も手にした。だが当時の私はそれでも満足できなかった。私は新たな目標を見つけた。誰も達成したことのない挑戦。伝説の神秘の島は私の実力を証明してくれるだろう。だが今までついてきてくれた友人の多くは私の無茶な考えに疲れ果てていた。私に向けられたのは称賛ではなく勧告だった。もしかしたらこの旅は私一人で完遂するしかないのかもしれない。しかし幸い、みんなは再び私の無茶を許してくれた。今までと同じようにみんなはいろんなアイデアを出して私を助けてくれた。たとえ命に関わることでも私はみんなになら託せる。みんなはいつも私を信じてくれた。たとえ大きな勇気が必要なことでも、今までと同じようにみんなと共に私はあの結果を見つけた。しかし金色の光は致命的な罠のようなものだった。稀有な鉱石が放つ光は周期的なマグマ噴出の兆しでもあったのだ。このまま命を懸けて進み続ければ己を証明できる結果を再び手にできるかもしれない。だが
それ以上に大切なものを失ってしまうかもしれない。心配いらない。私も結局君たちと同じ選択をしたんだ。今回名の知れた私ですら手ぶらで帰らざるを得なかったとみんな残念がった。だが無事生きているみんなを見て私は初めて満足感を覚えた。ゴールの前に私はもう一番大切な宝物を見つけていたんだろう。だから私はようやく得た宝物を守る場所を見つけ、この長い旅に終止符を打った。私にとってはここが神秘の島だ。文字がまた消えたぞ。これが初代族長が後の人たちに伝えようとしたことだったんだね。つまり伝説の神秘の島は今の龍泉の州の集落なのか。あ、思い出した。部族の年長者から聞いたんだけど、私たちの部族って最初は小さな島の上にあったんだって。水域が変わったから今はあんなだけどね。神秘の島の旅の出発地点はそのゴールでもあった。族長の選択を理解した気がするよ。金色の光は周期的なマグマ噴出の兆し。ということは形成原理から考えて凝火口はマグマが活発になり始めた頃にしか出現しない。そして活発になったマグマは再び凝火口を飲み込み全てを消し去る。つまり凝火口を手にするチャンスなど初めからなかったということだ。今回僕が追い求めた結果は結局遠くから眺めることしかできない幻だったのか。先輩、ヴィランドラさん、旅はまだ終わってないよ。約束通り一緒に龍泉の州に帰ってこの旅をちゃんと終わらせましょう。いいだろう。これもある意味では結果だ。そんなに落ち込まないでよ。私が今から手に入れる答えは君にとっても役立つと思うよ。そうだった。ムアラニの先生に大事なことを聞かないとな。踊りに行くのかな。さあ、お帰り、ムアラニ。必ず無事に帰ってくると信じていた。おじさん、旅が終わったからお守りを返しに来たよ。それから私に質問しに来た。そうだろ。うん。おじさんも
あそこに行ったことがあったんだね。あ、神秘の島にとっくにたどり着いてたんなら、どうして誰にも教えなかったの？選択をしたからだ。選択？読み終えた頃、彫像の文字が消えてしまったことに気づいたかい？確かにそうだったな。彫像には特殊な塗料が塗られている。火山の粉塵と反応を起こすと色が変わるものだ。あの地下空間にいたものだけが粉塵を身にまとい、隠されたメッセージを読むことができる。しかし時が経つと文字は再び消えてなくなる。これは初代族長が私たちに託した選択なんだ。自身の武勇伝を語れば最高の栄誉を手にできるだろう。しかし神秘の島の伝説も消えてしまうことになる。沈黙を選べば神秘の島は永遠に伝説のままで、後の者たちもこれに挑戦できる。私も一緒に行った仲間たちも後者を選んだんだ。なるほど。でもこんなに大きな成果を他人に言えず、その上コーラウみたいな奴に嫌味を言われるなんて、悔しくないのか？神秘の島にたどり着いたとあちこち自慢する彼が、実は神秘の島にたどり着けていないということには気づいたかな？え？そういえばコーラウは一人で神秘の島に行ったって言ってたよな。それだとスピリットウェイを突破できないはずだぞ。依頼人をムアラニに押し付けたのは、どうせ神秘の島にはたどり着けず真実を暴くことなどできないと踏んだんだろう。私たちはガイドであって冒険者やトレジャーハンターじゃない。ガイドの最大の使命は依頼人を安全に目的地まで案内することだ。でも私たちは危機を乗り越えるコツや経験を多く持っている。だから他人の行けない場所に行けるし、他人には入手できない宝物を見つけることができる。多くのガイドはそうしていくうちに初心を見失い、コーラウのような人物になっていってしまう。彼らは一切を顧みず、マグマの向こうへと走る命知らずであって、引き返して友人を助けるようなガイドじゃない。それで初代族長は伝説と地図を残して後継者に挑戦してもらい、そして自分が悟ったことを教えようとした。私以外にも神秘の島の旅を終わらせた部族の者は数多くいた。皆私と同じように初代族長のメッセージを理解したんだろう。だから自分を証明するための結果を諦めて、代わりに後継者に挑戦するチャンスを残すことを連れと約束したんだ。結果を諦める？私が諦めたのは結果だけであって、全てを諦めたわけじゃない。ムアラニの資質を考えれば、トップガイドのコーラウを死に選ぶこともできたはずなのに、それでもこいつは私を選んでくれた。こんな優秀な子を生徒にできて、その生徒が伝説の挑戦をクリアするのを見届けることができたのは、私がコーラウのような人間にならなかったからだろう。旅の時間を長めに定義すれば、私は手ぶらで帰ったわけじゃないわけだ。お前はどうだ？うん。カーリア、新しい研究テーマを思いついた。引き続き助手をやってくれないか？先輩はいつも結論を出す前に論拠を探すんですね。僕は今はまだお答えできません。カーリア、だって先輩はまだテーマを教えてくれていないでしょ。助手を募集するなら必須の情報ですよ。まさか忘れたわけじゃないですよね？もちろんちゃんと準備するよ。まあ先輩が用意してくださる研究テーマはいつも魅力的なので、今回も断れないと思います。
カーリャ、その論拠をもとにある結論を導き出した。あの族長の言葉で表すと、もしかしたら僕が探していた宝物は旅の途中に、いや正確に言うと旅の出発地点にもうあったのかもしれない。わかります先輩。どうやらこっちの観光客も自分の答えを見つけたようだな。頑固者がやっとわかってくれたな。もう思い悩むことはない。カーリャの言う通り、新しい研究を始めて失ったものは後から全部取り戻せばいい。素直じゃないのは相変わらずだけどな。ムアラニ、今度はお前たちの番だぞ。神秘の島にたどり着けた人はきっとみんな選択をするはず。そうでしょ。よし、もうお前に教えられることは何もない。このお守りをやろう。いつかお前の弟子に渡すといい。そろそろお別れの時間だ。いろいろと世話になったな。礼と言ってはなんだが、この秘密を一緒に守ってみせよう。じゃあ約束だよ。次にここへ来るときは私たちに声かけてよね。もう友達か。理論上はありえると思う。次に論文を発表するときはスペシャルサンクスとして君たちの名を書き記そう。ずいぶん変わったお礼だな。では私とヴィランドラ先輩はここで失礼します。またいつかお会いできることを願っています。うん、またな。もう戻ってきたのか。それで神秘の島は見つけたか、ヌーの弟子。こいつ何しに来たんだ。神秘の島よりも貴重なものを見つけたんだ。命を預けることのできる二人の友達をね。能天気さはヌーからしっかりと学んだみたいだな。分かってたさ。足手まといをあれだけ連れて行って神秘の島にたどり着けるわけがないだろ。そうだね。お前たち、なんでそんな目で俺を見るんだ。部族の先輩方も同じ目で俺を見ていた。なぜだね。え、俺はお前より優秀だということを証明した。より危険な場所に行き、より貴重な宝を見つけたんだ。神秘の島にもたどり着いたんだぞ。なぜそんな余裕な顔をしていられる。コーラウ、たとえ神秘の島に行ったことがなかったとしても、みんなはお前の努力を否定したりしない。何が認められていないのかは自分で答えを見つけるしかないんだ。俺は、これで神秘の島の旅は無事に終わったんだよな。うん。でもさよならの前に連れて行きたい場所があるんだ。ついてきて。ムアラニは儀式を重んじるタイプだから、何か記念を残したいんだろう。あんまり待たせてやらないでくれ。
ここで写真を撮れば運勢が上がるって占いで教えてもらったの。きっとご利益があるよ。どうして写真を撮るの？せっかく協力して神秘の島の旅を終わらせたんだから、記念を残さなきゃでしょ。ガイドとして最高の栄誉を手に入れられるところだったのに、友達と写真を撮るだけで我慢するなんて、ムアラには偉いな。そうなのかな。私はそうは思わないけど、ヌーおじさんの答えを聞いてなんとなく思ったんだ。一緒にいろいろ経験できたから結果はどうでもよくなったっていうか、うまく説明できないんだけど、分かってくれるかな。わかるよ。旅人それがこの前保留にしてた君の答え。いい答えだね。じゃあこの記念写真も君の旅の一部にしてよ。おう、準備できたぞ。コホラ竜が3匹。旅はいつになるのかな。穏やかな日も終わり。